これは昔の電車の閉塞装置というもので、一つの車両区間に、一つの通行手形がある電車しか入れないという仕組みを発行するためのものですね。だからこの送信というボタン、でっかいボタンと施錠というボタンがありますね。開錠ですね。こういう装置が今の電車の信号の基礎になったというわけですね。